平和の夜じゃ。ゲットアップ。何ゲットアップ。おい、いつまで泣いてるんじゃ。ゲットアップ。今深夜じゃぞ。ゲットアップ。お前は朝に泣け。ゲットアップ。朝になった。ゲットアップ。もういや。ゲットアップ。40日経過。一睡もできない。ゲットアップ。わしつらい。そこで夢見た。あいつの首を切り落とす。ゲットアップ。そして食う。今夜はサムゲタン。ぬぐらにわどり。ゲットアップ。暗くてよう見えんし、眠くて視界がぼやける。ゲットアップ。あ、いた。これだ。間違いない。インド、渡してやる。ゲットアップ。これでおとなしくなって。ゲットアップ。お前が切り落としたのは自分の息子。お前はダービーションチェジャー。ダーウィン賞の紹介。乾杯です。ね、ちょっと聞いてくれよ。なんだよ。俺この間歯医者行ったんだ。え、お前酒なんか飲んで大丈夫か。大丈夫。そしたらな、医者がな、ちょっと痛いとこに触れますよって言ったんだ。それは俺は分かりましたって言ったんだ。そしたら次なんて言ったと思う。え、虫歯に触りますよか。あなたの奥さんと不倫してますって言うんだ。え、言ったー。マジ。え、嘘だけど。なんだよ。なんだこの時間。着火稼ぎ。なんだよそれ。本題は別になんだ。これ分かるか。なんだそれ。俺ら爆弾の被爆装置。いや、それは嘘だろ。マジマジなんかい。俺これどう考えても爆発しねえと思うから、口に加えて電源つなげようと思う。マジでやんの。まあ、コンセント。タンク。嘘か誠か分かんねえ。習慣ドキドキすんな。いや、さすがに冗談でしたってオチだろうけど。行きます。ダーウィン賞の紹介。せーの。みんなめちゃくちゃなんだよ。怒ってんじゃねえよ。おめえが早いんだよ。てめえらが俺に合わせりゃいいだけだろ。皆さん落ち着いてください。貴様黙っとけ。なんだとてめえ。男子しっかりして。おめえらプロだかなんだか知らねえけどよ、自分のリズムで始めてんじゃねえよ。なんか言うとりますわ。なんだとてめえ許さねえ。なんだとてめえ。なに、お前ら全然なってないわ。打楽器さん、よく聞いて、これに合わせて入ってきて。いや、ちょっと待って。3。はい。これが打楽器の力よ。打って合わせるってことは。はい、チャンさん始めます。この間の件どうなった。あ、そうね、アジェンダーツンと取った。アグリしたした。ディスカッションした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 。なんだっけ、キャッスリーナ。やったこれが大事な打ち合わせ。世界の丸々な起源。小畑あるね。どうしたね。いや、この白菜もうシュワシュワ。いや、この魚になんかもう死んどる。あれは元からね、捨てちまえ。やめとく。なんでね。これはいいけどこの食材高いね。あ、いや、じゃあどうするね。料理に使う。こんなもん食ったら客がいっちまうね。それも一理あるね。あいや、次は何ね。その場でコロッと行かなきゃいいね。シェフのおすすめ一つ。あいや、うち自慢の魚のスープね。あいや、これうまそうね。はぁ、どうだね。この刺すような酸味、そして刺激臭。いいね。もう食べたんで帰ります。あ、そう、帰れ帰れ。あれ大成功ね。本当にやっちゃった。あるね。スープに治療の魔法をかけてやった。それは魔法じゃない、革命ね。私が止めなきゃ。さあ、どんどん作るね。警察が内部告発を受けてきた。なんで。お前、料理に市場では手に入らない超強力な下痢止め入れてるらしいな。なぜそんなことをした。廃棄食材をなんとかするための知恵だろ。お前を逮捕する。え、世界の間抜けな事件。ハイティーですよ。金融庁の村上です。あ、金融庁の村上。絶対声出すんじゃねえ。声出ない。私が来た。ということは、あなた通帳とキャッシュカードを渡さなければいけない。え、さあ早く。え、なんで。だから私が来たから渡さなければいけない。あ、少年の。ところであなた誰。金融庁の村上。絶対声出すんじゃねえ。もういい。帰れ。簡単なバイトって言ったじゃん。普通なら成功するんだけどね。全然パーサー金くんねんだけど。煮込み違いも腹立たしいな。ひどいこと言うな。まあいいや。はい。ん、何その手。ん、報酬はねえよ。え、なんで。成果物なのにどうやって渡すの。え、働き方改革に沿ってないっすね。何、今に見といてくださいよ。あ、ちょい、あのいいっすか。どうされました。俺バイトしたのに報酬もらえてないっすよ。そうですか。何のバイトやってたんですか。ばあさん家に入って、うん、金融庁の村上と名乗って、通帳とキャッシュカードいただく仕事です。お前を逮捕する。え、世界の珍しい事件。パリオリンピックはすごいって言われてるけど、1900年のパリオリンピックはもっとすごい。オリンピックやりたい、オリンピックやりたい。万博開催予定だから無理です。1900年万博が決まっていたけど。やりたいの。金も予算もないの。どうしてもオリンピックやりたかったので。でもまあ万博の付属大会ならいいよ。それならいいよ。万博と抱き合わせでやった。オリンピックやります。だけど5ヶ月間ね。5ヶ月。5ヶ月と長期に及ぶ大会期間。経緯が決まったからメダルは2年後。タイムラグ。メダルは2年後に授与。そして競技は釣りもやるし、熱気球もやるし、波動地競技もやるよ。今じゃ考えられない競技。釣り楽しいね。俺オリンピック選手。自分が大会に参加して出たことも知らない人もいました。そう考えると今のオリンピックで大したことないですね。やっぱすげえわ。世界の逸話。オリンピック開幕。イエッサー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 。嘘。なんとか予選抜けしたけど。どうしたもんかね。あれ見ろよ。え、
相手の操作士全員子供だ。そんなのあり？それが何か。そんなのルール違反だろ。子供参加させちゃいけないルールなんてないだろ。ほら、セフ早く言ってよ。おっさん二人じゃ勝てねえよ。どうにかっつったって、そんな少年がそこら辺にいて見つかるタイミングなんてあるわけないからさ。少年！何おじさん？ワタ漕げる？あるよ。よし、君はオリンピック選手だ。え、何するの？大丈夫、船を漕いでメダルを取るだけだから。いや、この勝負いただき。エッサ、めっちゃ迫ってきてない？エッサ、やばい。負けた。皆さんありがとう。この少年のおかげです。あれ？あ、ビアントおじさん。少年、ちょっと待って。あ、死んで。帰らないで。このままだと記録残らないから。とても素晴らしい話でしたね。今もこの少年は見つかっていないそうです。最年少の金メダリスト。事実は小説よりも奇ない。世界の珍しい事件。映画を作って公開してほしいな。その映画はダメだ。え？幽霊が出てるだろ。うちの国では公開できん。君の国ではキョンシーだって出てるじゃないか。あれは幽霊じゃない。あ、なら仕方ないね。この映画はここに置いとくから後で見といてね。あ、ちょっと。あ、困るな。先輩、休憩時間中に見ませんかこれ。見るわけないだろ、こんなプロパガンダ映画。そんなに言わなくても。幽霊が出るんだぞ。うちの国で潰しに来たら決まってんだろ。映画に罪はないんだから。幽霊は赤くない。映画に色なんてないんだから、ほら見ますよ。5分だけだからな。はい、5分経過。え、ちょ、お前。ちょっとぐらいいいやん。どうですか？僕はいいですけどね。Remember me. Remember me. プロパガンダなんて言ってごめんなさい。やっぱすげえわ。後輩やること分かってんな。任してください。あ、なんか知らないけど映画が公開された。興行収益も通常の3倍。面白い映画って最高。世界の珍しい事件。はいはいはい。素晴らしい壁画です、先生。そうだろう。これで教会に未来永劫人が来るでしょう。壁画はそんな持たねえよ。え、まあバズるって一時的なもんだから、また次の世代がやってくれるさ。本当ですか？まあ神でも祈りますわ。この壁画はもうダメか。塗料が剥げてきてボロボロになってきた。まあ修復はせんけどね。そんな。あら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 、なんだこの人。キリスト様の顔がこんなになっとる。あかん、私が修復する。え、本当にありがとう。えいった。ああ。よしよしよし。ああ。よくなじませて。え、なんて水かけたんじゃっけ。主管、何これ。まあいっか、乾くまで待つか。おい、ばあさん。え、どうも。なんであの絵を勝手に修復した？だってあの絵ボロボロじゃったから。あの絵って大事な絵なんだけど。そんなこと言わんと、ほれ見てみ。え、あの絵を目当てに観光客がいっぱい来とる。バズったからええじゃろ。それもそっか。世界の珍しい事件。証言に参え。失礼します。あの女に何ができるんだか。貴様。何、俺何かした？お前じゃない、この女だ。え、私ですか？王庭にスラックスで来るとは何事だ。王庭に何来てもいいんじゃないですか。ここは下町でも砂間街でもないし、あの店不可思議な裁判所だぞ。ちょっと、私15年間ズボンが好きですの。次同じ学校できたら法廷侮辱罪で処罰されることを覚悟するんだな。ご忠告どうもありがとう。本日は閉廷。あの、僕の判決どうなります？お前はどうせ有罪。この女は私の忠告があったのにもかかわらず、二度裁判所でスラックスを履いてきた。法廷を侮辱している。だから処罰する。内容は分かりました。判決を下します。お願いします。法廷でスラックスを履くことは何の問題もありません。よって訴えは却下とします。裁判を続けること。当然よね。どんな格好してもいいよ。悔しい。ああ、ようやく僕の裁判。裁判を始める。お邪魔するわよ。ドレス持ってんの？あら、ドレスぐらい持ってるわよ。これが本当の多様性ね。悔しい。ところで僕の判決は？有罪だよね。世界の珍しい事件。いらっしゃいませ。ご注文をどうぞ。チキンナゲット急いでちょうだい。はい、チキンナゲットですね。繰り返します、チキンナゲットですね。そう言ってるじゃない、早く。ソースはいかがなさいますか？バーベキューに決まってるでしょ。今なら期間限定のソースもございます。いらないわよ。他にご食事はいかがでしょうか？時間がないの。お客様、そう言われましてもチキンナゲットは今からあげますので。嘘、じゃあキャンセルで。それはいけません、今あげてますので。なんでよ。まあまあ、そう言わずに私とお話しましょう。いやよ、私急いでるもの。大体お客様どうしてそんなに急いでらっしゃるんですか？あ、わかりました。クレーマーと言いますですね。違うわよ。違う、なんなら警察に電話しましょうか。え、それだけはやめてちょうだい。困ったお客様だ。あ、チキンナゲット上がったみたいですよ。来た警察だ。うん、観念しな。あの警察さん、はい、こちらのお客様にどういったご用件で？この女は違法行為をして我々が追跡してたんです。あら。まあこの女には GPS がついてたんで。そうなの？追跡してみたらなんかドライブスルーにいたってわけですよ。だってお腹減ったんだもん。ではチキンナゲットどうしましょう。あ、そちらの商品はキャンセルでお願いします。その代わりスマイルください。かしこまりました。あ、ちょっと私のチキンナゲット。お前を逮捕する。え、ニコ。世界の間抜けな事件。